長男フォワード、瀬川悠介選手を獲得の見込みということで、<わ>ただこれでじゃあ、何が分かるのかって話ですけど、はい、もう1人さ、実は瀬川選手以外にも、ブラジルは2部かな、ロンドリーナというチームから来るんですが、コウ、はい、チーニョさんと瀬川悠介さんの2人がおそらく来られるって今、ところになっているので、コウチーニョさんはこの最前線と左ウイング。うん セガワ選手はまあ前の方だったらどのポジションでもってところです。うん、実はこのチーム、都イ横浜大から山田選手の獲得とか、うん、あとは履正社高校から妙ョ選手、あとはアンダー18から大関選手とか松永根選手が上がってくるとかってこともあるんですけど、うん、あの、ちょうどね、日本代表がワールドカップ行ってるさなかですけど、はい、実は川崎ってあのタイとかベトナム行ってるんですよ。ベトナムの方には、はい、ユースの選手が行ったりとか、あとは、うん 特別指定じゃないけど、何人かプラスアルファで大学生が来てたりだとかしていて、その中の一人にいるのが、東院横浜大学の現在、背番号10、まあ大学3年生なんですが、山内日向選手とかが行ってたんですね。まあ実はもともと川崎の株組織出身だってところがあるので、うんうん、まだ内定とか出てないんですけど、そんなツアーまで帯同接種しといて、ね、<laughs> 入らないのは考えられない,で,れない、ね、ですね。そうなんです。はいはい、確定的と言っていいんじゃないかなとは。 思いますから、この辺りも楽しみだなと。